ブリーフィングでの言動、やや芝居がちだったな。気をつけたまえ。些細なほころびが破綻の引き金になるものだ。はあ。No. 何か不満かね？いえ。No. どうやら貴様は事の重大さが飲み込めていないようだな。いえ。いいか。何度でも言うぞ。貴様が全てを狂わせたのだ。このプランに我々が費やした労力、時間、そして莫大な予算を。はあ、重々承知しております。国際情勢に配慮し、表向きには何事もなかったかのように取り繕われてはいるが、問題そのものが消滅したわけではないぞ。上層部は大層ご立腹なのだよ。当然のことだが、相応の責任は取ってもらうぞ。今回の任務、責任逃れをしようなどとは毛頭考えておりません。そのための提案です。結構、分かっていればよろしい。話を戻そう。貴様たちが提示したプランの肝となる例の物資、調達の目処は立ったのかな？は、すでに現地搬入で手配済みです。セキュリティレベルの差を見ればそれが良策かと。 No. Don't you tell me that both VG and Teresa are doing shady shit behind my back. Don't you tell me that. VG is whatever, honestly, but don't tell me Teresa's doing shady shit behind my back.緻密さにおいて完璧だな。最後までその調子で進めてほしいものだが。ご安心ください。万事抜かりはありません。国連大西洋方面第4軍 Son of a bitch, no. Don't tell me that. Not Teresa. You know what, I could live if VG fucked me over. Not Teresa. スリオ・グアドループ島に存在する最高峰の基地である。かつては観光事業が発展し、海岸には多くのリゾートホテルが林立する熱帯の楽園であった。だが、データ大戦以降、観光客が激減。さらにヨーロッパ陥落後に押し寄せたフランス本土からの大量の疎開民によって、地域経済が破綻したため、アメリカの信託統治を経て国連軍の租借地となった。現在グアドループ基地は高温多湿という気候を利用し、戦術機の耐環境試験を実施する施設として用いられ、払い下げられたホテル群は国連軍の保養施設として再利用されている。イエーイ。見ろよ、世界がビビッドカラーでできてやがる。ほんとね、日差しの強さといい、南の島ってほんとにこういうところだったのね。しかしこの暑さたまらんね。こんなもん今すぐ脱ぎ捨てて海に飛び込みてえぜ。ほんとほんと。ねえ、ゆうやはさっきから涼しそうな顔してるけど暑くないわけ？No, of course not. This is nothing. Of course it's hot, but this is nothing compared to summer in Groom Lake. Closest thing to hell on earth. Huh? 招待集合。行くぞ。ブリーフィングだ。さーて、お前、一体何させられるんだろうな。うるさいな。知るかよ。ニヤニヤすんな。水着を着て、色気でも振りまいておけばいいのよ。で、こいつには一番難しいお仕事だ。死ね。スモークか。Stop fooling around, both of you. You'll end up with heat stroke. ひでえ。今本気でやりやがったな。Good. お前が悪い。God, are you listening? Please don't let me get dragged into their bullshit. Some hours later. There's some weird moans. Turns out it's just you. Oh, Yuya. So
Well, duh, you wouldn't run environmental resistance tests in a temperate climate, would you? まあ、そうだけどよ。涼しいアラスカに慣れちまった体には応えるぜ。Is this your first time running these sort of tests in a desert or tropical environment? ああ。アルゴス正体はアラスカにベタつきで、あいつを育ててたからな。整備兵たちも大変だな。あんな日照りの下で。こんな日陰でも。いられるだけマシか。いい動きしてるぜ。確かあいつはプエルトリカンだったな。さすが故郷に近いだけあって、この暑さには慣れっこってわけか。No, that has nothing to do with it. He's born in the continental United States. Vincent's the same as me. We got used to the heat in Nevada. さすがにタイプゼロは持ってきちゃいねえみてえだな。Why would she? There's no point in running environmental resistance tests on a TSF that's already been deployed. わかんねえぜ。お姫様、俺らを油断させといて、またいきなり襲いかかってくるつもりかもしれん。Ah, that's what you meant. Yeah, I'm gonna rule it out. ありえるかよ。ジョークだよ、ジョーク。Of course I knew that. そっかそっか。しかし、いつものも結構そそるが。トロピカルアーミーもいいね。ね。That's so. さすがのユイ姫も、あれだけ基地の連中に暑苦しいと言われたら、降参するしかねえよな。Good job! Good job! So different from what Lieutenant Dogel is wearing. こんな時に男の話はいいんだよ。しかし、のどかだな。ユーコンに来た時ですら、そのお気楽さに驚いたもんだったが。I wonder if this is the usual. 最高峰の基地なんてこんなもんさ。それよりユーヤ、あれ以来姫様とはうまくいってねえみたいだな。So what? You guys are the same. いや、別にそんなことはないぞ。Don't lie to me. You keep your distance from her, same as the mechanics. それはお前の様子を伺ってるだけだよ。いつ何が起きるかと思えば目も離せないし、ハラハラドキドキするだろう。Huh? So that's what you assholes think of me? I'm not dancing monkey here to entertain you for fuck's sake. I feel like an idiot for actually worrying. 何?お前が俺たちの心配?嬉しいね。だったら早く決着つけてくれよ。I won't do shit for your entertainment. You need some way of killing time, better find yourself a new hobby. お前は素直じゃねえな。拳で殴り合ったら、普通は絆も深まるもんだろうによ。Go fuck yourself. まあいいや。そういう時のためのグアドループだ。ところ変われば心も変わるってな。常夏の島じゃおおらかになるってもんよ。Whatever you say, man. Hey, Vincent, did you put on sunscreen? Wanna ruin your pretty face, would you? 塗っててもこれなんだよ。休憩かい。お疲れさん。まったく、整備の連中には頭が下がるぜ。おお、もっと敬え。今回の主役は俺たちだからな。True that. The environmental resistance test, service pilots only come in at the very end. しっかりデータ取り頼むぜ。任せとけ。しかし、グルームレイクより湿度がある分、ここの暑さはきついわ。高温多湿の体感テストにはもってこいではあるんだけどな。いいじゃねえかよ。お姫様の柔肌やあらわになった胸元を間近で拝めるんだからよ。ジーサス。おお、ユイ姫か。まあ、あいつさえいなきゃもっとじっくり堪能できるんだがな。マッカイ。もっと右だ。もっと、もう少し。そう、そこで。おいか、ここだ。この角度だ。ここからこうぐっと迫るように取るんだ。人類の刃たる戦術機の勇士が。ああ、広報官殿か。He's certainly enthusiastic. 見栄えが良くなるよう作業中でも機体の汚れは落としておけ。作業服もだ。だってよ。無理言うなっつうの。溶けろクソったれ。Can't blame the guy for showing some enthusiasm after what happened last time. This whole thing's untidy anyway, none of our business. ああ、まったくだぜ。広報部のおもり、頑張ってくれよ、ヴィンセント。なんだよ、お前ら。
冷たくねえか？自発的に手伝おうとかなんとかそういう気持ちは。今回の主役はお前さんだぜ、ヴィンセント。それを奪うなんて無粋な真似できるわけねえだろ。Break a leg。 くすー、お前ら。奴らの動向はどうだ？ああ、今は各々休息をとっているところだ。安心しきっている。何の警戒もしちゃいない。そうか、こちらの動き。大丈夫だ、気づかれていない。邪魔される心配は。誰だ？待て、バカ野郎、脅かすな。で、肝心のブツは？あそこだ。こいつはすげえ、そそるぜ。どうだ、気に入ったか？確かにこいつなら完璧だ。だがあっちはどうなんだ？あん、素人目には地味に感じるかもしれないがね、あれは相当なものだぜ。破壊力は保証する。素人？喧嘩売ってるのか？おい待て、こいつ日本帝国製だぜ。ということはこれが。そうだ、帝国が世界に誇る。興奮するな。おいと失礼。どうだ、これでもまだ疑うか？いや悪かった、あんたの仕事は完璧だ。結構。じゃあ残りの半金いただく。 It's gonna be something stupid, isn't it? They're making it sound like it's some kind of weapons deal. It's not gonna be a weapons deal. It's gonna be just something fucking stupid. I'm almost certain it has something to do with swimsuits. It has something to do with the fucking swimsuits.It makes sense why the PR guy is involved in it. It makes sense why, you know, VG and Teresa specifically were in the fucking hangar talking to the mechanics like, oh, believe me, there's going to be swimsuits. That's what it is, right? They're trying to set it up, make it seem like some shady shit's going on. Like, ooh, maybe it's like some kind of weapons deal. Ooh, they've got these, you know, imported Japanese weapons. Oh, it's fucking swimsuits. It's swimsuits. What are you doing? なんだユウヤ、見てわかんねえのか？That's a Hawaiian shirt, actually. So what's the occasion? おいおい、しっかりしろユウヤ。俺らはリゾートに来てるんだぜ。Yeah, I guess it makes sense to dress the part. We're here to work, though. リゾートにはリゾートの掟があるのさ。出会いもあれば、新しい発見もある。俺は。Unspoken code, huh? What does this code entail? Nibu yatsu da na. Sonnan ja omae, me no mae ni saite iru azayaka na hana ni mo kizukanai mama owaru ze. Oh. Oh. I get it. Just like that time Vincent wanted me to wingman for him. What happens in Vegas stays in Vegas, he said. Of course, I turned him down, knowing him, the only thing staying in Vegas would be one of his kidneys.But, you know, there's not that many young women around, right? Let civilians stay next door at Basatare Island. わかってねえな、お前さん。太郎よ。新しい発見もあるってな。日頃目に入らない女でも、開放感あふれるこのリゾートじゃ、違う面が見えてくるもんだって。A whole new light? 例えば、ステラとか、な。Oh, that's who you were talking about. ん?何なんだよ、お前誰を想像したんだ？ No one in particular. お前、そうか、わかっ。What are you talking about? スカーレットツイン狙い、ね。Come again? Hey, we're still talking. なるほどな。あのクリスカってのは確かに悪くないチョイスだぜ。胸もでかいし。スタイルもなかなかだ。詮索する気はね。Hell no. I have the definition of prying the dictionary and you'll find what this guy just did. 鉄のカーテンに挑むとは、お前もなかなか勇者だな。Spread open those iron curtains, my man. 俺は好きだぜ、そういうチャレンジャースピリットを持ってるやつは。I told you, we haven't done anything. なんだよ。じゃああれか、意外なところで結姫か。Are you insane? Seriously, not even if she was the last woman on Earth.
She's nothing but an obstacle for me to overcome. Same as Kriska and Inia. For starters, I've never even thought of her as a woman. Absolutely impossible. そういや、ここ最近日本帰還もしなくなったし、前にも増して意欲的だったのは。そうかそうか、なんかギクシャクしてると思えば。Jesus, would you stop it already? なんだよお前ら、ガキかよ。お互い意識しすぎなんじゃねえのか。You're not listening to a word I say, are you? まあいい。俺は俺のやり方でこの贅沢なひとときを有意義に過ごさせてもらうさ。In your own style, huh? I'm asking just in case, but what are you planning exactly? 興味あるか。まずは、そう、威力偵察よ。戦術の基本だな。Reconnaissance. You've lost me. 敵を知って自分を知っていれば負けることはねえ。って、お前やお姫様の国のことわざにもあるだろう。Back up. I'm American. Don't let me in with the likes of her. I'm pretty sure that's an ancient Chinese proverb anyway. Did you guys read The Art of War back at the Academy? おまけこといちいち気にしてるんじゃねえよ。とにかく俺は新しい発見を求めて威力偵察任務に就く。So you're gonna peep on the women. Got it. You're talking to the wrong man, my friend. Vincent would be much more amenable to your proposal. ガードループ最高。好きな時間に思う存分シャワー使えるとか夢見て。こんな高待遇ってだけで十分楽園だ。この後の自由時間何しようかな。この辺可愛い女の子とかいないかな。Do whatever you want. I don't care. Just leave me out of it. Please, do me a solid and try not to cause too much trouble, all right? なんだ？結局行かねえのか？ Damn right I'm not. たく、しゃねえな。おっと、もう時間がねえ。じゃあな、俺は行くぜ。Stays running late. Though, running late for what? Now it's like this guy plans to spend the entire day peeping on the women. Oh, who am I kidding? Of course he does.VG will do everything in his power to catch a glimpse of some milkers, and his camo is just one example of, among many, why insurance aren't exactly in high demand in Alaska. He's been preparing for this since the moment we heard about the environmental resistance tests. VG really took that saying to heart. He's covered all the bases. Right about now, everyone should be hitting the showers, the mechanics, the surface pilots on standby, and even the security personnel.Risk of being spotted by bystanders at its lowest during this time of day. What's more, the targets of his recon missions are defenseless, in more ways than one. Basically, it's now or never. If VG misses this chance, he'll have a hard time catching a glimpse, let alone getting his fill. Aha! So that's the point of the tropical camouflage. Assuming all the cottages share the same layout, the shower booth should have a full view of the ocean. Tropical plants and flowers have placed on both sides to serve as blinds of sorts.Once you know, the pattern in his Hawaiian shirt blends in perfectly with the scenery. That lecherous son of a bitch. Just how in blazes did he get his hands on that thing? No, wait, that's not the real question. How in blazes did he know that it would help him to hide? That's Italians for you. Playboys from the cradle to the grave. Why is this bothering so much? Why do I have this nagging feeling I shouldn't be looking the other way?VG was showing so much childish innocence and glee, glowing eyes, joyful smile, the whole works. There's something about this whole deal that doesn't sit well with me. I mean, his whole plan consists of using women from our unit as material to satisfy particular needs. That's a pretty bad, right? Still, not like it's any of my business. 日頃目に入らない女でも、開放感あふれるこのリゾートじゃ、違う面が見えてくるもんだって。See them in a whole new light, huh?As if that horny pasta chugger wouldn't take things further. Not the horny pasta chugger. Yeah, peeping wouldn't be enough to satisfy macaroni. Now I get it. Bugs me how he's sneaking around like a coward just to catch a glimpse of some boobs. Latin lover? My ass. This horny bastard is nothing but a sex fiend. If you want to see the chicks naked so badly, man the fuck up and talk them into taking their clothes off.Say something suave and Italian and shit. Mamma mia, want a taste of my foot-long salami or something like that? Smooth. Oh,
Christ almighty, why am I doing this? I don't even know where to start looking for the guy. Oh, God. Let's see. Where are we going? As if I don't know. I just know he's going to Teresa and Stella's cottage. Their place isn't far from here, so it's a strong contender. Celia, anybody home? Is there anybody inside? Can't hear anything. Did Teresa and Stella go out for a walk or something? That's what they did. That's worked for me. So VG's next target would be... Someone was inside after all. It's Yuya. There's something I need to tell you. Heard a suspicious individual has been prowling around. Just wanted to give you a heads up. You haven't seen any weirdos or nothing around here, right? Yes, I can see that. Well, alright then. So now you know. Please be careful. Oh, and let Tiny know too.意外に坊やなのね。直接的な期待の破壊は極力避ける。それが貴様の提案を許可する条件だったな。テストパイロットを挑発するために貴重な実験機を串刺しにするなど正気の沙汰ではないぞ。何の申し開きようもありません。いかなる処分も覚悟しております。<笑> 覚悟の上での行動の間違いだろう。まあいいじゃないですか、ドール注意。あれでブリッジス少尉が何かをつかみ、結果としてXF-JK核がうまくいくのなら、あの程度の損害我が社としては安いものです。しかしいいものを見せてもらった。あの状況で 致命的損害を避けた攻撃ができるとは、タイプゼロといい素晴らしい。いえ、粗末な主義、恥じるばかりです。謙遜ですか。<笑>さすがは高村家の当主、侍の誉れといったところですかな。すまなかった。整備兵にとって 期待がどれだけ大切なものかは理解している。ああ、しましょうよ、注意。そういうの。確かにね、俺らにとって期待は子供みたいなもんです。だからですがね、注意が何のためにあそこまでやったのか、何のためにリスクを負ったのか、少なくともこういう時は日頃の言動がものを言うんです。注意がどんだけ自分の仕事にかけてるか、みんな見てますから。 自信持っていきましょうよ、注意。大体ハイネマンのおっさんもボーニングの連中も納得してのことでしょ。ああ、確かにその通りだが。だったら俺ら整備兵も自分の仕事をやるだけです。一秒。ここから先、あれ以来ブリッジ少尉は変わった。それは良かったのだが、 私が嫌われるのは構わない。だが、私の行動が彼らを傷つけ、どうすればその傷を取り除くことができるのか。このようなことで悩んでいるようでは開発主任失格ですね、父さん。またしても私は不甲斐ない。あなたも優しいね。あの言葉は一体どういう意味だったのだろう。 I think she was being pretty straightforward about what she was trying to tell you. Sound of rustling leaves. Is that coming from the thicket outside?